1690年のケベックの戦いは、1690年10月に、ヌーベルフランスとマサチューセッツ湾の各植民地の間で行われた戦いである。当時は、それぞれが、フランス王国とイングランド王国の支配下にあった。ケベックシティの防御が試された初めての戦いでもある。ウィリアム王戦争中の1690年に、アカディアのノバスコシアにある。 ポートロワイヤルがニューイングランド軍に占領された。ポートロワイヤルの戦いである。ニューイングランド軍は続いてモントリオールとヌーベルフランスの首都であるケベックを包囲するつもりでいた。ポートロワイヤルでの敗北はヌーベルフランスの住民に衝撃を与え、総督のルイド・ブエード・ド・フロンテナックはケベック包囲への早急な対応策を命じた。 ニューイングランド側の施設が降伏に同意するよう伝えに来たとき、フロンテナック総督は唯一の答えとも言える有名な私の大砲の口宣言をした。サー・ウィリアム・フィップス・ジョン・ウォリー少佐が侵略軍を率いてセントローレンス側流域のボーポールに降り立ったが、ニューイングランドの民兵は、ヌーベル・フランスの民兵から絶え間ない攻撃を受けて退却した。その一方で、 サーウィリアム・フィップスの遠征隊を乗せた船は、ケベックの要塞からの一斉射撃でもう少しで破壊されそうになった。フィップスは、漁民出身だが、カリブ海の沈没船から財宝を引き上げて一材を、なし、この引き上げの出資者、ジェームズ二世からナイトに助せられていた。両軍が、この戦闘で学習したことがあった。フランスは、ケベックの防御を改善すること、そして、 ニューイングランドは、この街を支配下に置くにはもっと多くの放題と、本国からのより多くの支援が必要だと悟った。ヌーベルフランスは、北アメリカ最大の規模と言われていたが、居住者の数においては、隣接するニューイングランド、そしてニューヨーク地区に劣っていた。1689年の時点で、ヌーベルフランスの人口は1万4千人で、その大部分は、 精巧な作りの要塞の中の町に住んでいた。1690年、フィップスは、マサチューセッツ植民地の少将に任ぜられ、アカディアへの遠征隊の指揮を取った。7艘の船に、450名の、民兵からなる、不評連隊を乗せ、ポートロアイアルを5月21日に陥落させた。総督のルイ・アレクサンドルでフリッシェド・メネバルには、約70名の兵しかおらず、 大砲もなく、抵抗するのは、不可能だった。5月22日、フィップスはこう記録している。我々は十時間を切り捨て、教会に射撃し、祭壇を引きずり倒し、製造を壊したまた23日にはこう記している。陸と、海からと、そして、庭園の地下から略奪を続けたポートロイヤルこのことは、ヌーベルフランスの住人を驚かせた。 彼らの住む植民地の首都ケベックが次の目標ではないかと恐れた。ケベックは1690年の時点では城壁の範囲は狭く、海に面していない北と西の方角は無防備であった。70年近く後のエイブラハム平原の戦いでとりわけその無防備さは強調されることになった。この時、二度目の総督の任期でケベックに戻っていたフロンテナックは、 三塁上からサンシャルル側まで木の柵を張り巡らせて町を取り囲むように指示を出した。町の憲兵がおそらくは大砲の弾丸をも跳ね返すであろうこの城壁のその中にある十一の小さな石造りの砦が築かれるのを監督していた。西側の平原は陸の方からの防御の拠点でありカルメル山という名の風車小屋のところに三つの 砲台が適切な位置で据えられていた。防御の柵は、ケベックの東の端、病院の近くまで続いていた。川に面した砲台も改良され、八砲が三類状のそばに、六台の十八ポンド砲が鳩場に、据え付けられた。アッパータウンへ向かう通りに、臨時の城壁が取り付けられた。ニューイングランド植民地とニューヨークから、モントリオールへの軍が、陸路派遣された。 実質何も成し遂げなかったものの、マサチューセッツ植民地は、ケベックに、軍を二つに分けて送り出していた。三十二層の戦団からなる軍、そして、マサチューセッツの2300人の民兵、もう一つはフィップスの全面指揮下にある、ポートロアイアルで勝利を飾った軍である。この軍の出航は、夏の終わりにまでずれ込んだ、というのも、 イングランド本国からの支援物資の到着を待ち続けていたからである。しかしそれは虚しかった。結果、フィップスがマサチューセッツの春から船を出したのは8月の19日または20日で弾丸がも不足していた。悪天候、向かい風、そしてセントローレンス川を熟知した案内役の不在が前進を阻み、 10月の16日になるまでケベックに怒りを下ろすことができなかった。三類上、フロンテナックは賢く経験豊かな士官であり、10月14日にモントリオールからケベックに着いていた。招集された民兵が到着し、3000人近い兵がケベックの守りに着いた。ニューイングランド軍は臆病で打弱な、フランス人が眼見な、 ニューイングランドの兵にかなわないだろうと自信ありげだった。しかしまさに逆もまたまなりであった。フロンテナックには植民地の正規軍が3部隊いて、フィップスのアマチュアの民兵よりも確かに優れていたため、勝利には自信があった。しかし戦況が進むにつれ、ヌーベルフランス側で実際に奮闘していたのは民兵であった。さらにケベックが、おそらく、 ニューイングランドの将校が、それまで見た中では、自然のままで最も手強い地だったのである。手強いのは、急な断崖とディアモン岬だけではなかった。東海岸が浅いため船が近づけず、着岸には、技術が必要だった。10月16日、フィップスは、トマス・サベージー少佐を施設として派遣し、フロンテナックに降伏するよう伝えに行かせた。 この出会いはまさに心理戦だった。フロンテナックは、フィップスの施設が、自軍の数の上での劣勢を隠すために、ケベック市民のやじや笑い声に向きになるように仕向け、施設が三類上に着くと、フロンテナック自身と部下の多くは清掃して、幸福を要求する施設の話に耳を傾けた。すると施設は一時間のうちなら、要求に応じると言い,い、時計を出した。 自尊心が強く怒りっぽい、フロンテナックはひどく怒り、イングランドの艦隊を見もしないうちから、この施設を縛り首にすると言い出した。しかし、ケベック司教のフランソワドラバルのおかげで落ち着きを、取り戻し、こうやり返した。帰国の総督への返答は、私の大砲の口と、機関銃からの弾丸より他にない。ノン、ジュエヌアイポイントでリポンスアフェールアボートルジェネラル。 クパール・ラブーシュ・デメス・カノンズ・イ・デメス・フュース・スルズ、ニュー・イングランド軍は、ケベックの防御を破ることができる唯一可能な場所は、守りが一番手薄な北東部であることに気づいた。計画としては、サンシャルル・川東岸のボーポールに主力を上陸させ、艦隊の船で、野ーの攻撃に応戦しつつ川を横切らせるものだった。そして彼らが、ケベック西部の大地に登ると、 艦隊は町を攻撃して、第二勢力を上陸させる。フロンテナックは、イングランドの動きを読み、ボーポールから攻撃を仕掛けてくるだろうと予測していた。市の南西部の川岸にはすでに野戦築城が、なされていた。ここでは、小競り合いをするだけで、西の大地で、ヨーロッパ式の戦闘を繰り広げるべく、正規兵は温存していた。しかし、 野戦というのは場所を選ばないものである。ウォレー少佐指揮下の1200人の兵力のイングランド軍、フィップス指揮下の第2弾はサンシャルル川を越えることはなかった。フロンテナックがジャックル・モインド・サントエレーヌが指揮する民兵の強力な文献隊と先住民兵と川の東部の森に送り込んだのである。10月18日に上陸したイングランド軍は、 ルーベルフランスの民兵に苦しめられ、一方で艦隊の船は、サンシャルル側の間違った方向にアホを下ろしてしまった。フィップスの4層の大型船は、計画とは全く逆に、ケベックよりも前の地点で怒りを下ろし、19日まで、砲撃を続けた。イングランド軍は、どの方向にも砲撃を行い、弾丸の大半を使い果たした。また、川岸のフランス軍の大砲は、 イングランドのそれよりも、はるかに優れており、船は激しく砲撃され、偽装も船体も、かなりの損失をこむった。フィップスが乗船していた、機関、シックスフレンズの旗は切り裂かれて、川に落ち、マスケット銃が、雨あられと弾丸を浴びせる中で、命知らずなカナダ民兵の一団がカヌーをこぎながら、近づき、船を奪おうとした。彼らは勝ち誇った態度で、 無傷の旗を提督へと持ち帰った。砲撃の真中、我々の軍は動いていなかった。寒さのせいもあり、またラムシュが足りないと不平を漏らす者もいた。数日間の悲惨な日々の後、彼らは停泊する場所を変えて、地上のフランス軍に勝とうとした。10月20日、彼らはヨーロッパの伝統に乗っ取り、太鼓を鳴らして旗を広げたが、森の端の型で小競り合いがあった。 ニューイングランド軍は、ヌーベルフランス軍の激しく続く砲火、そしてこれは功を奏しなかったが、真鍮の野砲が森の中で轟くのに耐えられなかった。サントエレーヌが致命傷を負い、150人もの攻撃兵が死んだが、すっかり士気をくじかれた、ウォレーの軍は10月22日、パニックに近い状態で退却し、騎士の5台の野戦砲さえも打ち捨てられた。 ブリガンティーン戦10月の23日と24日、捕虜の交換が取り決められ、交換された。そして艦隊は、ボストンに引き上げた。フィップス自身の説明では、彼の軍の戦死傷者は30名を超えていないということだったが、天然痘患者と船への砲撃による犠牲者は1000人を超えた。マサチューセッツ植民地当局のジェームズ・ロイドは、翌年1月にこう書いている。 7艘の船、いまだに3艘が見つかっていないが、それらの船は廃棄され、焼かれたまたコットンマザーは、アンティコスティジまで、1艘のブリガンティーン船が、どのように難破したのかを語っている。船の乗員は、ある島で冬を過ごし、その次の夏に、ボストンから来た船に助けられたようである。フィップスの軍は乾杯で、しかも壊滅的だった。ケベックでの長引く、 包囲戦に備えて召集された、多くの兵を養う食料もそこを突きかけていた。フィップス自身、経験不足を埋め合わせるための軍事的才能がない、ことが露呈された。しかしこのことは、よく訓練された兵の不在、そして支援の不十分さが、戦争という大仕事を、出花からくじいてしまうということで、議論の余地を残した。要塞改良後のケベックジャックルモインは戦争の、 直後に死亡し、ケベック中が彼の礼儀正しさと武勇を忍んでモニ、服した。オノンダガ族と、イロコイ族は、長位の印として貝殻玉の首飾りを送り、恩者として二人の捕虜を釈放した。ジャックの兄弟のシャルル・ルモインは、戦闘中の働きで名を挙げ、後に軍港によりこの土地を賜り、初代ロンゲイユ男爵となった。両軍がこの戦いから学んだことがある。 フランスの勝利は、ケベックを奪うには、植民地のでなく、昔ながらのイングランドの大砲が持ち込まれなければ、ならないであろう。同じく、フロンテナックも、防御の一層の改善が必要であることを悟り、1692年、軍事技師ジョスエ・ベルテロド・ボークールに、ヨーロッパ式の包囲戦にも耐えられる城壁の設計を、させた。この工事は、冬の厳しさで、 遅れが出て1693年の夏に始まった。街を取り囲む城塞に大きな要塞が付けられ、壁の上部には木の杭が付けられた。完成直後にロイヤルバッテリーと呼ばれる貸しの砲台が付けられた。小さな要塞のような形をしており、セントローレンス川両岸と川そのものを守るための14の銃岸を備えていた。その後、フランスは ポートロワイヤルを脱会し、先住民の南部族化を味方にした。1711年、連合後のイギリスは、またもケベック攻撃を試みるが、はかばかしくなかった。フランスが、植民地の防御を固めたこともあり、その後、ケベックダッシュは、1759年の、エイブラハム平原の戦いまで持ち越されることになる。ありがとうございます。